スクワットは正しく行えれば効果抜群、運動不足解消、ヒップアップ、脂肪燃焼体質に良いと言われています。その代わり正しく行えないと腰痛、膝痛になって健康を損なってしまいます。ってわけで今日は決定版正しいスクワットの仕方についてお話しさせていただきます。はい、こんにちは、シドニーの翔一です。そうなんですよ、もうスクワットはやったらめったらやったらいいっていうわけではないんですよ。むしろたくさんの関節が変わってきて複雑な動きであるからこそ正しく行うこと、正しく体を使うことがすっごい重要になってくるんですよ。それを今日は動画でレクチャーさせてもらいます。今はロックダウンが起きて家にこもっている方も多いと思うんですよ。かな、スクワットは自分の体重で行うし、器具もいらないしスペースも取らない。それでいて下半身をしっかり鍛えるからロコモーティブシンドロームですね、もう将来動けなくなるリスクを減らすっていう意味でもものすごくいい運動なんで、きっちりとできるようになっていきましょうね。しっかりした足腰の筋力作りやっていきましょう。まずですね、ポイントは7つです。一個一個やっていきますよ。まず立ってください。はい、普通に立ちます。この時ポイントその1、つま先は平行です。はい、内股になったり逆に外股になったりしないようにつま先は平行ですね。そして足と足の間は拳2個分ぐらい開いておく、これがベストな立ち方だと思います。ポイントその2としては、多くの人がやる間違いなんですけれども、スクワットっていうと何か膝を曲げ伸ばしするようなエクササイズっていう風に捉えている人が多いと思うんです。これは違うんですね。スクワットは股関節の運動なんですよ。股関節です。ここです。ここじゃありません。なのでこういうような動きをされていたらそれはよろしくありません。膝がつま先よりも前に行く、これ全然スクワットの意味がないんですね。そうではなくって、ちょうど後ろに椅子がありますよと、まあ、空気椅子をイメージしてください。そこの椅子に腰を下ろすような感じ、ここに椅子がありますよ、ここに腰を下ろすような感じでお尻を後ろに突き出すんですよ。全然違うの分かります？膝がこうなるのと股関節がこうなるの全然違いますよね。こっちが正しいエクササイズなんですね。そう、膝は曲げるんじゃないんですよ、曲がるんです。膝は、ま、勝手に曲がっていくんですよ。 OK ですか？これは足首が硬い人がいたらこの体勢ちょっとしんどいかもしれないんですよ。それは筋力不足じゃなくて柔軟性不足なんですね。でそんな方はね、2、3センチぐらいの高さでいいから、木の板をかかとの下に引くことですね。こんな感じで、これをすることによって安定感得られるんであればそれもがっつり使ってください。今のがポイント2つ目、ものすごく大事なことを言いました。スクワットは膝のエクササイズではなくて股関節のエクササイズですよということでした。ポイントの3は上半身の動きですね。スクワットやるときに多くの人がこういうようにやっちゃうんですよ。上半身がこういうようにやったり、なんだったらなんかこうやってエクササイズさせている動画も結構見られますね。これをすると今猫背を作っているんですよ。猫背で、猫背を作った状態でエクササイズするっていうことは、それを体の形、猫背を脳みそに覚え込ませているっていうことになってしまうんですね。これ逆効果なんですよ。そうじゃなくって、今下半身を沈める時でも上半身をまっすぐを保っていてほしいんです。ですので僕のおすすめとしてはね、手はこっち、こういう風に開く。そう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 。特に上腕骨ってあるでしょ、この力こぶの筋肉の下にある骨、これを外側にねじる、外側にねじる。そうすると猫背に人はなれないから。そう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 。この状態を維持して今の動きをすることをやってみましょうか。はい、つま先まっすぐにする。股関節を曲げていく。股関節ちょうど曲がっていくのはここ、コマネチの部分。若い世代には分からないですよね。コマネチって言われる鼠径部の部分ですね。鼠径靭帯に沿った部分、ここの部分を中心に折り曲げていく。そう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 。だからね、折り曲げていくとここの手がなんかギューッと挟まるような感覚。ここに手を置きます。そしてお尻を後ろの椅子に腰を下ろすと、そうするとこちら側にお腹を感じる、こちら側に太ももを感じる、こういうように感じるのが正解なんですよ。
こう。こう。そう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 。だから僕のおすすめはね、最初、フォームを覚えるまでは、まず、この動きをしてみる。そして上腕骨を最大まで後ろにする、ここから肘から先、肘から先だけを、鼠径靭帯に当てる。こういう動きですね。で、コマネチ。まあ、コマネチの形になりますが、この状態で股関節を曲げていく。そうすると、今手にこういう圧力がかかるから、それであれば正解。逆にかからずに、こうしちゃう人、ここ全然動いてないでしょ。こうしちゃう人、これは正しくありませんよっていうことですね。OK。はい、上腕骨思いっきり外にねじる。肘から先だけをコマネチ。はい、そこから下ろす。そうすると、いやでも上半身まっすぐになるでしょ。そう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 。はいはいはい、オッケー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 。これが正しい上半身の使い方。はい、今のが3つ目で、次4つ目ですね。ここまでは結構いろんなエクササイズの動画で落ちているんですけど、次めちゃめちゃ大事になってくるんですよ。次は、よいしょ、下を向けて、膝とつま先の関係なんですね。これが今、つま先最初平行って僕は言いましたと。で、股関節曲げるときに、こういう風に見えますでしょうか。こういうように膝が内側に行っちゃう、膝が内側に行っちゃう人が見受けられるんですね。これよろしくないんですよ。ブブーです。そうではなくて、膝はつま先の方向、つま先見えるでしょ。これこういう動きが正解ですよと。膝のお皿ありますね。膝のお皿とつま先が同じ方向を向くこと。もう間違っても、よいしょ、これはあかんのですよ。今膝のお皿がこっち、つま先がこっち向いてるでしょ。こういうスクワットをすればするだけ膝壊しますよ。膝間違いなく壊れますよ、今の動きだと。ですので、今ちょっと地味な動きだったんですけれども、めちゃめちゃに大事なことを言わせてもらいました。もう膝下をねじらないこと、専門用語で2 in 2 out って言うんですけれども、膝が内側、つま先が外側、もうこれ最悪のねじれなんですね。もうこれをすると膝痛めたり腰痛めたり、ひどい時は座骨神経痛を発症してしまいますんでね、今のをやらないように。腰を下ろす時を自分の目で確認して、つま先つま先、膝のお皿膝のお皿、全部一直線に並んでいること。ちょうど電車のトラックラインですね、電車のラインみたいな感じで2本線があること。そこにつま先つま先、膝膝が来るように腰を下ろすこと。ここすっごく重要です。はい、ポイントその5をやっていきますね。ポイントその5もまためちゃめちゃに重要です。特に反り腰さんがスクワットをすると前太ももに効いてくるんですよ。前太ももと反り腰はもう水と油だっていうことは僕はこのチャンネル内で散々言っています。もうこの理論がわからない人、この辺ご覧ください。まずはそっち理解してから、前太ももを鍛えるイコール反り腰になる、イコール腰痛になったり座骨神経痛になったりお尻でっかくなったりするんですよ。それは本当によろしくないです。逆効果ですので、正しくやっていただく必要がある。こういう風にやるとさらにいいよっていうことをお話しさせてもらいます。ポイントその5はお尻を締めるっていうことですね。例えば今普通に皆さん立っていられますよと。反り腰さんの人はね、こういう風に骨盤が前に傾いちゃってるんですよ。これなんでこうなっているかっていうと、前太ももが硬く短くなりすぎ、プラス腹筋が弱い、お腹を締める力が弱いんです。それプラスお尻を締める力っていうのも弱いんですね。締める力です。この締める力が弱いがために、こういうふうにお尻が外下にパラーンってだれるんですよ。この状態でスクワットすると、もう間違いなく腰にきますよ。ですので、もう反り腰だって自分が気づいている人は、もうこの状態から意識的にお尻の穴を中に入れるような感じ、中にすぼめるような感じですね。この感覚がわからないとスクワットは危険です。お尻の穴をギューッと中にすぼめるようなイメージ、これ難しいでしょ。これがお尻の穴だとしたら、こんな感じ、中に入れる感じ
すいませんね、ちょっと下品で。でもほんまに大事なんですよ、今の動きって。外肛門括約筋だとか骨盤底側筋だとか、膣を締める筋肉だとか勃起させる筋肉とか、それらって全部つながっているんですね。そこが現代人弱くなりすぎだからこそ尿漏れしたりちょっと緩かったりするんですよ。それを締める力っていうのを意識的に養ってほしいんですよ。そのためにはもうこの状態からお尻をギューッと中に入れておく。はい、すぼめる方向はおへそに対して、お尻の穴をおへそに向かってすぼめるようなイメージ。そうそうするとお尻の横にエクボが出るでしょう。これが正しい立ち方だと思ってください。反越さんは締める力がとにかく弱い、これが基本なんで、締めつつエクササイズをする、締めつつ生活をする、もうそれぐらいでもいいですよ。なので僕のおすすめストレッチとしてはですよ、一個確認していきましょう。つま先まっすぐでしょ、上腕骨外にねじって、はい、前腕をこまねじ、ここから股関節を曲げていく曲げていく曲げていくでしょ。はい、上げます。ここで終わるんじゃなくて、むしろキュッとキュッとキュッと締める。動きとしてはすごい地味ですけれど、めちゃめちゃ大事なんですよ、この動きが。これ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 、そうこのちょっとした動きを入れるだけでも、反り腰改善、腰痛改善、反り腰予防、ヒップアップなどの効果が期待できます。女性性男性性も上がります。詳しくはこちら。だからこのスクワットの1回は腰を下ろして終わりじゃなくて、腰を下ろす上げるプラスお尻をキュッと締める、これで1回だと思ってください。 OK ですか？地味ですけどね、めちゃめちゃ大事ですよっていうことをお話しさせてもらいました。はい、今行った5つのポイントが動きをする上でものすごく大事なポイントになります。動き自体のポイントはこれでおしまいになりますね。なのでおさらいすると、つま先は平行、膝の位置注意、上半身まっすぐ、つま先と膝の関係、お尻を締めると。あと2つ重要なポイントがありますんでご説明します。6つ目は回数よりもフォームですね。もうフォームです。もうね、冒頭でも言いましたように、もう正しいスクワットっていうのは人を健康にします。だけれども、正しくないフォームでのスクワットは人を不健康にします。これ水と油なんですよ。砂糖と水なんですよ。似てるけど全然違うんですよ。で、スクワットって回数重ねたら人はやっぱり惰性でやってしまうんですね。ましてや今日始めた方なんて、もう正しくないフォームで回数をこなそうとしちゃうんですよ。これはもうやればやるだけ不健康に落ちていってしまうっていうことなんです。人は全員違うんです。インターネットに20回やりなさいって言われてても、もうあなたができるとは限らないんですよ。で、20回やった結果膝を痛めたとかなったら、それはシャレにならないですから。そっちじゃないんですよ。もう自分の適正回数って絶対あるんです。自分の適正回数は何回かって言われたら知る方法があって、これは正しいフォームで行える回数です。なので最初は3回とか4回とか5回でもいいんですよ。僕も実際10回連続なんかやったことないですもん。多分やれないです。それぐらい軟弱でいいんですよ。その代わり元気ですよ。なので周りがやっているから、周りが20回やっているから私も20回やろう、そうじゃなくって、正しいフォームで行える回数、これを基準にして行ってください。自分が正しいフォームでできているのか、それが分かる一番簡単確実な方法は鏡を見ながらフォームチェックですね。鏡を見ながら自分の体がどういう風な状況に置かれているのかっていうのを確認しつつ、ゆっくり丁寧にやっていくこと、初心者さんは特にこれをしてください。そうでないとやればやるだけ体が崩れてきますよ。足が太くなっていきますよ。正しくないフォームの100回よりも正しいフォームの5回の方がはるかに効果がありますよ。この教えは大げさでなく人生が変わってきますからね。はい、最後ポイント7つ目お知らせします。終わった後はストレッチです。スクワットで鍛えられる大腿四頭筋だとかハムストリングス、あと臀筋ですね。これらの筋肉たちって非常に大きな筋肉です。もうだから鍛えるだけで基礎代謝が向上するし、太りにくく痩せやすい体にもなるのは間違いないでしょう。その筋トレ自体は素晴らしいんですけれども、筋トレっていうのは筋肉を硬く短くしてしまうっていう行為なんですね。ですのでこのエクササイズが終わったらちゃんと伸ばしていってほしいんですよ。
ストレッチです。なのでこのエクササイズが終わった後はストレッチを忘れずにっていうことを僕は最後に皆さんにお伝えしたいです。ここでねわざわざストレッチをいちいちやっていくっていうわけにはいかないので、僕の他の動画に下半身ストレッチ動画もアップしておりますんで、そちらもご覧になってください。この動画の最後に関連動画として置いておきます。健康でしなやかな体を作るためには筋トレエクササイズプラスストレッチ、もうこれはセットだと考えてくださいというわけでした。まとめます。スクワットのポイント7つ。1、つま先は平行。2、膝の位置注意。3、上半身まっすぐ。4、つま先と膝の関係。5、お尻を締める。6、回数よりもフォーム。7、終わった後はストレッチでした。何度も言いますけども、間違った方法はやればやるだけ自分を不健康にしちゃう。逆に正しく行えればやればやるだけ健康になります。もうこれはこの違いは知るか知らないかだけです。もうその違いだけです。 YouTube って偉大ですよね。というわけでした。お湯は下半身から始まるって言われてますからね、しっかりと動ける下半身を作っていつまでも若々しくいてくださいね。応援しております。ではでは、シドニーのセラピスト庄司でした。さよなら。